いかなる介入アプローチカウンセリングも必ずどこかに誘導してしまいます結果的にはその時、えー、っとカウンセラーの意図に誘導するんじゃなくどうせ誘導するんだったら相手が えー、関わるりもちょっとでも自己需要ちょっとでも他者信頼、ちょっとでも自己貢献感上がるかの方に誘導してしまいましょうとのアドラの考え。それに対していや宿題やらせたいなら許されやらせる、おじいちゃんお酒やめさせたいならやめさせて症状をなくすためだけに誘導してしまうのはちょっとどうですかとのアドラの考え方です。症状が良くなるんだけど関係悪くなったり、一見するといいんだけど本質的にそれって幸せって、まあね、いや、それはもうクライアントが決めればいいんでしょ っていうのが科学的なアプローチに対していやそこまでちゃんとアドラーは考えてやりましょうじゃあ先ほどの例で途中だったのがその、えー、隣のクラスに素敵な彼氏がいて、えー、40代の不倫もしててしかも恋がドキドキして心臓が荒れそうでパニックだっていう人ってやってるやるかじゃなくてもう私があの独り身で寂しいのわにおいてそっか心臓ドキドキして辛いよねみたいにこう寄り添ったんですね決定的にその辛いことに寄り添っていって聞いていくと結果的に彼女は 実は私自分に自信がないんです。 みたいなの出てきて、だからどんだけ男を作っても、作っても作っても自信がない。じゃあそこを扱おうかっていうことで子供時代に戻ってきました。こんな風に100%相手に寄り添って3つあげるようにすると、実はこの先生だったら言っていいっていうことでポロッと出てきました。えー、全然別の話で、えー、あるメーカーさんの7年目研修っていう31歳の男の子たちのメーカーなんでね、男の子たちばっかりだったんですけど、研修した時。き、えー、 なんかね、仕事で困ったことで。 誰かコーチング受けたい人だったら「はい」とか言って手を挙げたのが結構チャラい感じの子で「何でもやりたいことやっていいですか何でもいいよ」って言ったら「僕実は結婚したいんですよあいいねどんな人と結婚したいの?」って言うから「カラのハラちゃんと結婚したいんです」って言うんですね。もう完全にまあほんとにカラ,カラのハラちゃん好きなんだけど完全に企業研修の場面でふざけてますよね。で周りもこうニタニタちょっとふざけた感じだったんだけどいやそんなにカラのハラちゃんが好きだったらどうしたら結婚できるか。 やろうってコーチングをホワイトボードを使い,使いながら丁寧にやっていったらやっぱり彼も実は、えー、そういう過程持ちたいんだけど自分に自信がないみたいに出てきて本当の話を言ってくれました。こんな風に実は、えー、あなたの価値観を脇に置いてこの3つが上がるかどうかに1回ちょっと徹してください。今の関わりがこの3つ上がるだろうかと。アドラーの心理学によると、えー、関わり方をきく3つのレベルがあります。ラブタスク、フレンドシップタスク、ワークタスク。要は人間関係も3つの深さあって いいんですよって話ラブタスクは自分の親とか子供あと旦那さん奥さんですね親密な関係フレンドシップタスクは自分から進んで一緒にいたいという人たちワークタスクは、えー、お仕事をする上でやっていく人たちで、えー、のワークタスクに関しては、えー、価値観別に共有できたらベストだけどできなくってもお互い気持ちよくお仕事ができればいいだから何でもかんでも正直に話す必要ないしなんか 師匠がある場合だけちゃんと言ってお互い師匠なく気持ちよく過ごせればいいわけですね。触媒ってあの生産性高くやれればいい。フレンドシップタスクに関しては好き同士で集まってるんで友達になってるんだけどもし これ以上耐えきれない場合、それでもこの人と仲良くしたいかどうかで決めてください。それでもやっぱこの人と友達にいたいとしたら、ちゃんと伝えて、その意図を言った方がいいしいや、もっとちょっとあまりにもそれひどいすぎる場合は、もうこの人と付き合えないなと思えば、離ればいいだけの話です。2番、3番は、ね、離れればいいんですよ。別に仕事は変わればいいんですよ。さすがにね、産んでおいて、やっぱりこの子はいや産むんじゃなかったってわけいかないので、 あのもうここはあのじゃあこの子とどう生涯付き合っていくか親とか子ども妻や旦那はは、まあ、別れることはできますでも基本的に原則はこの人とどんな関係でい,かいたいかっていうのを考えるとあんまりレベルに関係なくやっぱりまあなんか嫌なところもいっぱいあるけどこの旦那とやっぱ最後まで行きたいとしたらまあ浮気はするわ、えー、お金入れないわなんかいろいろあるかもしれないけどどうしていこうかだし。 まあ浮気はするは金入れないもうちょっとそんな段階だったらもうやっぱり私はもう無理やっていけないとしたらそれはそれでチョイスですなので折り合いというのはみんなと折り合いつける必要ないですその人とそれぞれどういう関係持ったかより上に行くほど親密のう上に行くほどえー、っと親密さがなくてもいいこれねあの理論を言うよりはケース見た方がピンとくるので、えー、ちょっと知識として入れておいてくださいとまあ最初にお話しましたとにかく私はこの世の中に効果がある と言われる心理療法があるなら全部体験して統合したいっていうのを35年やってきました。で、見てたらみんなそれぞれの流派の人たちはその人たちが見る観点が違うというのを発見して、まあ、これは流派の違いというよりはまずは切り口観点の違いです。で、今からね、さっと説明しますんで、 実は自分はどれをしているか、あとでシェアしてください、3人組で。えー、っと、いや、私、まだカウンセリングやったことないんです。そう、やったことない人も、誰かの相談に乗ってます。お友達の相談に乗ってます。高校時代、誰かの相談に乗ってたりします。その時に、必ず、この、えー、9つのどれかはやってます。これ以外やってることはない。まあ、あえて言えば、なんか宇宙とつながって自然ってみたいなのながあるかもしれないけど、まあ、それも、えー、8番だったり、7番にかかわってきますから、 どれをやってるかなっていう観点でちょっと見てください。あちなみにどれがいい悪いはないですからね。ではちょっと、えー、アップしてもらっていいですか紙の上もそうですね。まずは課題思考ですね、えー。だからクライアントさんとかお友達とか、えー、自分の子供でもいいですけど多分学校行かない会社行けないって言ったらなんでそうなっちゃったんだろうねって脳内ポッと問いが浮かんだら一番だと思ってください。何で行けないんだろうねとか。 あのもうつい旦那と喧嘩するとんで喧嘩しになっちゃうんだろうねなんでそうなっちゃうんだろうって思考が湧いたらあなたはもうこの同じ課題思考でも本当はどうなったらいいんだろうねとかなどうなってたら学校行くんだろうねとかどうなってたらこの夫婦仲いいんだろうねとか同じ課題でもどうなってたら問題がないかこれ解決像思考ですね。 どちらも問題に意識は向いてますね問題の原因に意識向いてるか、問題の未来ない状態の解決度に意識向いてるか。さあ3、4番人物に意識向いています。学校行けないって言ったら、この行けない子はどういう人間なんだろうちょっとストレスに弱いとか、えー、なんか体力が続かないとか、勉強が追いつかない子だとか、集団に溶け,溶け込めないとか、割、えー、と折り合いつけられない。 じじゃなないかこんな子じゃないかなーってのが3番です、えー、夫婦喧言った、まあお互いカッカするタイプだからねっていうのがこの3番ですね。お互い主張し合う人同士だから喧嘩になっちゃうんじゃないのとか会社行けないって言ったらこうなんか最近、えー、ねなんか数字のプレッシャーがすごい多いからあの子プレッシャーに弱い子だからだからじゃないのこれ1番もちょっと入ってますけどね。人物。さあ4番 同じ人物に意識向いてんだけど本人の目から世界がどう見えるか、えー、学校行けないと思ったらその子の目から見て周りがどう見えてるんだろうあなんか頭のいい子ばっかりで僕なんてどうせ無理ってその子の中で思っちゃってんじゃないかとか夫婦喧嘩してたら 私がこんなに仕事をしながら家事もやってんのに、なんでこの旦那は手伝ってくれないのっていうところに目が向いちゃってんじゃないか。つまり、同じ人物思考なんだけど、客観的に見るのに対して本人の世界の中からどう見えるかで。さっきのねあの、アブの例と一緒ですね。体の中にアブがブームブム飛んでるっら、言ったら、幻覚、まあ、型統合失調症ってつけちゃうのが3番だとしたら、 この人の人中に入ってみるスパイが隠れてるっ,て言ったら、えー、幻覚見てるっていうのに対して3番ね4番はじゃあ一緒に探しましょう天井の奥まで見てどこにいるんだろうねって相手以上に見るもっと分かりやすく言うとさっきの徘徊するおばあさんとかお父さんにご飯作んなきゃったらそうだねって一緒にやってるのが4番なのに対して3番はまたあの認知症出ちゃったみたいな止めなきゃみたいなのが3番さあ 今度は関係性学校行けないとしたら、えー、どういう環境の影響なんだろうね例えばあの学校がわりと裕福な子たちが集まっててちょっとねあの貧乏な状況で行っちゃって友達がみんな、ね、いいもの持ってて同じもの持てないからちょっと居心地悪いんじゃないかとかもしくは、えー、っとなんかコロナで旦那さんの収入が下がっちゃってあの生活費が苦しいからちょっとこうピリピリしてるから喧嘩しちゃうんじゃないか。 もともと仲のいい夫婦なのにちょっと収入下がっちゃったっていうそういう外的要因のせいでピリピリして喧嘩しがちじゃないかもしくは、えー、と急にテレワークになっちゃってえあの人全然こうパソコンなしで生きてきた営業一筋できた対面営業できたのにいきなりあの対面営業できないとになっちゃったらそういう対面営業できないっていう環境のせいでなんか会社来なくなっちゃったみたいな。 人物もあるんだけど原因もあるけどよりそのコロナだの収入だの環境だの、えー、なんかこうそういうものが影響してんじゃないかってところに目を向けてるのがこれあの食物もありかもしれないですねなんか砂糖の取りすぎだからそうじゃんい,い,いじめが起きるとかねあの、まあ、ゼロではないと思いますけどあまあ砂糖やめてよくなる場合もありますけど まあ確実だを狙うのならまあそれだけはちょっとどうかなとちょっと思いますその食べ物もねもちろん重要ですけどさあ同じ関係性でも相手役がいる対人関係さっき言ったみたいなねその子供に怒鳴ってるんだけどなんか大事なお客さん来たらちょっとトーンが変わっちゃう私の師匠の野田俊作さんの例先生の例で言うと、えー、下着泥棒をする中学校の男の子が えこれなんで盗んでるんだろうと思ったら下着には全然興味ないつまり下着を盗むとお母さんに復讐できる他の何を言ってもうるさいわねちゃんとやりなさい言うんだけど女性物の,の下着泥棒をした時お願いだからお母さんそれだけは恥ずかしいそれだけは恥ずかしいからうちの家計の傷になるからそれだけはやめてだからやるんですね傷ついてくれるからやるんですね相手役がいる。 症状に同じなんか算数でもねある算数の先生やとお腹が痛くなっちゃうんだけど、えー、5年生になって先生変わったら算数は全然お腹痛くなくなっちゃうんですねつまり誰に向けてお腹が痛いかですね、まあ、これどの上司とかどこのもとでですねさあ7番カウンセラーとクライアントの深いつながりまあこれ一言言言うとどれだけいっぱいお互い泣けたかが重要ですそっかそういうことがあったんですねそうだったんですそれは大変でした そうだっていうふうにいっぱい涙が流せたらいいカウンセリこれはあのネガティブでつらかった言えなかった苦しかったことにどんどんフォーカスして泣いてもらいますあの別にカウンセラーじゃなくても今日ねもう明日の朝まで開けてるからもう好きなだけいいな泣きな私聞いてあげるからもうねポーンとこう酒持ってきてこれね全部開けよう全部開けよう いいなとか言って <laughs>、みたいな感じで、朝までこう、もう号泣しながら聞いてあげたら、ちょっとすっきりしたとね。まあ、お酒の人はないですけど、こんな風にいっぱい涙流せてすっきりしたともあると思うんですね。まあ、これに近しいけど、だいぶ違うのは、ただ聞く。禅のように、無とかく。ただただそのまま。でもさっきお話したように、本当はね、禅のようにただただ空っぽで聞くのはかなり不可能で、反応してしまうんですね。い 反応した方に意識やっぱ向いちゃうんで本当は限りなく難しいですけどそれでも全瞑想しながらってこう聞いていく、はい、怒ってることが全て必要なことが起こってるどちらにも引っ張らないただただ聞くみたいなさあ、えー、9番目がカウンセラーの理論や見方に引っ張っていく。 まあ例えばトラウマが原因だっ,て言ったら、いつトラウマが起こったんだろうって聞きますね。例えば、小さい頃にお母さんに愛されなかった経験があるから、あるに違いない。前提だったら、お母さんに愛されなかったことないですかって聞きますよね。いや、結構愛されたんですよ。ですよね。でも、デパートで何か買ってもらったこと、買ってもらえなかったことないですかそういえばあります。 ですよねもう少し教えてくださいって、なんかなんかそこばかりフォーカスって言ってると、だんだん言ってるうちに、そういえば悲しかったみたいねあの必要以上に悲しくなっちゃって、そこでその時にあなたは愛されなかったんです、ああ、そうかもしれないみたいな、でも後になったら、えそうでもなかったって思うんですね、もうカウンセラーのその時のあの理論に乗っかっちゃったけど、後で冷静になったらそうでもなかった。 で、えー、これ大体いいカウンセラーの理論って、カウンセラーのその理論に自分がぴったり来るクライアントが集まる傾向があります。私のね友人の,の心谷仁之介もう今カウンセリングやめちゃってね、ミュージシャンになっちゃいましたけど、えー、彼は理論があって、子供の時、お母さんを。 幸せにできなかったから自分には価値がないっていう前提なんですね。で2000人ぐらいの会場でお母さんが不幸そうだと思う人って言ったら99%手上がるんですね。で結構私彼の講演会もかなり参加したけど私にはないんですよねあ。お母さん不幸に 幸せにできなかった私はないんですよ私はどっちかとカウンセラー目線で彼に寄り添ってたんだけど来てる会場の人たちはみんなお母さんが不幸そうな顔してますみたいにみんな泣きながら手を挙げてましたで。これはそういう人がそこに来ると。そうでない人かするとピンとこない、えー。こんなふうにあの、まあ、それにぴったり来る人はとてつもなく効果があるんだけどやっぱ私にとっては。 あのどんな人も、えー、どんな人もどんな症状も解決できる究極的なものを私、下手かったので、まあ、特定の理論だけ。 ってなるとちょっとと限界があるまあ、とはいえね、じゃあアドラないかってアドラもあって自己自由た写真来貢献感がある時人は幸せってのそういう部分で言うとこのね、まあ、9番該当するっちゃ該当するんですけど時にはそれも手放す時も私ありますからチャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。